どうも、龍神チャンネルのみやちゃんです。今回も、グローブの動画をお届けしていきます。今回はですね、以前ちょっと告知をしていたような、グローブなんですけども、こちらのグローブです。水野プロの公式の既製品ですかね。K クラブリミテッドエディションなので、まあこの QM マークを見ていただければ、それなりに時代も分かっていただけるかなと思いますが、まあこちらですね、あのメルカリでポチポチっとしたグローブになるんですけども、まあ、見て分かる通りウェブがまあちょっと継ぎはぎというか、これは前オーナーの方が直したものなのかちょっと分からないんですけども、まあ、ウェブの部分が修理されていたり、まあこの汚さなんですよ。もともとはおそらくナチュラルかオレンジで作られているグローブになるんですが、もうこの通りの黒ずんだ光沢を見せてくれているグローブになりますが、こちらをですね、綺麗にして修理します。で、まあウェブがこんな状態なので、ウェブをこちらの新しいものに変えてですね、紐も全部交換して、蘇らせるという動画になっております。で、一応手順としてはこれをですね、一度洗います。洗って綺麗にしてから、ウェブ含めて交換をして、形を直してあげて完成という風な、状態にしようかなと思います。形としては非常に良くてですね、まあ、前オーナーの方も、大切に使ってきたから、まあ、おそらくほぼほぼまあ破れもなくてですね、強いて破れてるといえばこの親指の付け根のところがちょっと切れちゃってるぐらいなんですけども、それ以外に、主だった、破損っていうのはなくて、まあここの部分、裏側の部分もまあそこそこ綺麗だなというふうなものになるので、ちょっとこのままにしとくのはもったいないなと思いまして、これをピッカピカにできる限りしていこうと思います。それではやっていきます。でですね、洗うところの、お話なんですけども、たまに聞かれるので、簡単に説明していこうかなと思うんですけども、洗うのにどういうふうに洗っていくかっていうところなんですが、はい、お湯用意します。で、お湯用意してお湯の中にですね、食器用洗剤入れてあります。まあ中性洗剤って言った方がいいかな。まあ考え方としては、グローブって革じゃないですか。僕ら、まあ、生き物の革ですよね。グローブの革についても人間の革についても、食器洗い洗剤っていうのはCM とかでもよく見る通り、まあ、手に優しいんですよね。なので、中性洗剤を入れてあげて、洗ってあげると、まあ、汚れが落としやすく、皮にも、まあ、ダメージが少ないっていうようなものになります。シャンプーとかでも正直いいんですけども、シャンプーだとちょっとぬめりが残っちゃうのと、あとそのシャンプーの香りが強すぎてですね、グローブにめちゃくちゃシャンプーの匂いがつくので、どちらかというと僕は食器用の洗剤をおすすめしています。ただし、毎回言ってる通り、お湯につけるっていうことは、それなりにリスクも伴いますので、やる場合は自己責任でお願いいたします。それではやります。で、つけてすぐは汚れ浮いてこないので、ちょっとつけてあげます。はい、で、ある程度使ってきましたら、こういった、歯ブラシで洗っていきます。まあ、こういうところですね、こう汚れをしてあげます。これだけでもそれなりに落ちます。ちょっと光の加減で全く分かんないですね。結構落ちてますね。はい、では後ろのこの真っ黒なのも何とかしていきます。はい、ちょっと一回水変えます。
はい、こんな感じでしょうか。見た目的にもかなり汚れが落ちたように見えると思いますが、はい、こんな感じですね。まあ、これ乾いてきたら当然色はもうちょっと、いい意味で焦ると思いますので、これをしっかりと洗剤をですね、洗い流してその後に乾燥させます。洗い込みは終わりました。洗った状態がこちらですね。あの後ですね、ちょっと親指と小指の芯材を、抜いたんですけども、案の定ですね、粗絶もない量の砂がザーッと出てきまして、かなりの量が、中から出てきました。これを抜いてですね、この状態になっております。まあ、でこの状態でも十分どれぐらい汚れ落ちたかっていうのが、分かってもらえるんじゃないかなと思いますが、かなりこの指先のね、真っ黒だったと思うんですけど、それがかなり、落ちました。で受給面に関してもかなり色は、落ちておりまして、特にねここの K クラブリミテッドエディションっていうところの文字が完全に出てきました。でこれを、乾かしていくんですけども、いつも、動画で言ってる通り、生乾きぐらいのタイミングで一度オイルを入れてあげないと完全にパリッと乾いてしまうと、ひび割れとか、そういったものが進み具合がかなり、まずくなってしまいますので、注意深く見ながら乾燥させていきます。それではちょっと置いてみます。はい、ということで、一晩経ちまして、完全に乾燥も、終了しました。こちらです。もうこれすごくないですか。めちゃくちゃ綺麗に落ちてるんですよ。結構まあ念入りにやったんですけども、それにしてもすごい汚れが落ちてですね、かなり綺麗になりました。特にこの辺がね、写真と見比べてもらうと分かると思うんですけど、めちゃくちゃ綺麗になってるんですよ。あ、ちなみにですね、グリスがスッカスカなので、グリスもしっかり入れてあげたいと思います。その前にですね、まずは芯材を元に戻していきます。で入れた後に、まあ、こういったグラブレースの穴がありますけども、そこをしっかりと通して置いてあげます。これね、ちゃんと通して穴を一致させておかないと後からちょっと面倒くさくなっちゃうのでやっておきます。まあ、これがうまく通んないっていうことは、芯材がしっかり上まで入ってないっていうことにもなりますので、まあ、チェックの意味も含めて。ではですね、これ一応まあ綺麗になっていますけども、まあ、生乾きの状態で一度オイルは入れてですね、過度に乾燥しないように、注意深く乾燥をさせたんですけども、色がだいぶね、まあ、すすけてる感じが否めないので、少しですね着色をしていきたいと思います。まあ、着色に使うのは、毎度おなじみ、ミズノのカラーオイルですね。こちらを使っていきます。色付け、お手入れ完了しました。で先ほどとちょっと打って変わって、色落ち着きを見せたんじゃないかなと思いますが、はい、こんな感じになっております。でちょっと色が落ち着くのを待ちまして、グリスを補充していきたいと思います。ではグリスも入れ終わりました。グリスこんな感じにたっぷりとねっちょりと入れております。これちょっと付け合わせて、貼り合わせて、はい、グリスが乗っかるとこんな感じに受給面がぴったりと置きます。はい、ではこれでグラブレースを通していきます。使うウェブは、こちらですね。これなんだっけな、ちょっと色が微妙に上と下で違うんですけども、これですね、ミズノのダイヤモンドスポーツリペアマンっていう試験が、ありまして、前職のスポーツショップ時代に受けたんですけども、その時に元々はこれがここについてたんですけども、これが破れたと仮定して新しいパーツに付け替えるっていうようなのが試験の内容であったんですけども、その時のウェブの余りが
これありますんで、これをこれに移植していこうと思います。ではこれ、付け替える動画は次回の動画でお届けしていきたいと思います。後編へ続くということで、次回はクラブエースを全て通す動画にしていきたいと思います。それでは今回の動画以上になります。チャンネル登録、各種 SNS のフォローよろしくお願いいたします。また次の動画もぜひご覧になってください。それでは失礼します。